文化村地図文化村は日本の東京都渋谷区にある大型複合文化施設である。運営者は隣接地に東急百貨店本店を持つ東急グループで1989年に開業した。東急グループの総帥後藤昇の弟分、岡田茂東映社長が1975年に開設したテーマパークに 東映渦ず映画が村と命名したことに、お前いいタイトルつけたなぁと、感心し、後藤が本プロジェクトを発案、同じような、霊霊村という名前をつけた。1980年代の東急グループ全体の戦略であった 3C 戦略に基づき設立された株式会社東急文化村が運営する東急グループの施設である。東急グループの 3C とは、 カルチャー、CATV、カードの頭文字を取ったもので、文化村は、カルチャーの中心的プロジェクトであり、東急グループの文化戦略の中核を担うものである。良質の文化を創造し提供する、発表の場、新しい文化の育成のための、創造の場、人、芸術、物の交流を促進する、出会いの場の3つをコンセプトに、コンサートホール、劇場、美術館、 ミニシアターの各施設をはじめ、カフェやアート関連ショップなどがある。かつて、ファンハウスが、東急グループ参加に入っていた時期には、共同で、東急ファン事業を行っていた。最寄り駅は、渋谷駅。渋谷スクランブル交差点界隈から、文化村通りで接続する。隣接する東急百貨店本店とは、各階の連絡通路で結ばれている。 2023年春以降に、隣接する東急百貨店本店が、建物の老朽化に伴う閉店、建て替えにより、文化村も大規模改修工事を行い、同年4月より、長期休業する予定である。文化村では、文化、芸術を長期的に支援、育成してもらうため、複数の企業による、単発的な協賛ではない長期のスポンサーシステムを、採用している。これが、 オフィシャルサプライヤーである。2020年11月現在。文化村が提供するオンラインサービスの総称で、文化村、東急シアターオーブ、セルリアンタワー農学堂のチケット販売と、メールマガジン配信を行う登録制度。パソコン、スマートフォンにて、利用化。文化村が企画した、オーチャードホールで行われる公演をシリーズ化したもので、チケットが、 有体価格で提供される。2000年4月に発足。法人会員であれば、会費は年間一口20万円で1年間有効である。特典としては一口につき11公演、合計22枚のチケットが提供される。また、文化村のホームページに解説する、オーチャードフレンズのページに、本会員の法人名を希望により記載することができる。 記載の際は本会員が指定するロゴマークを使用し、本会員のホームページとリンクさせることも可能。ありがとうございます。